さあ、このちょっとパルコのこの真ん前にこれ何ですかね、これこの謎のハワイアンセットが置いてあるんですけど、これは一体。さあ、というわけでお疲れ様です。バラードです。今回はポップマートアンボクシング Vlog 11月の新作でございます。こちらモリーとなんとあの蜷川実花さんとのコラボ商品で、かなり衝撃展開でございます。びっくりしました。日本人の、まあ、僕の中では蜷川実花さんはこう写真家の印象が強くて、まあ、僕も写真やってるってのもあって、もちろん存じ上げております。蜷川実花さんね、めちゃくちゃビビッドな写真を撮ることで有名な写真家さんです。もちろんあの人の写真であったりとか、まあ、特にあの花ですね、花とか蝶とかの写真がめちゃくちゃ美しく、まあ、とにかくコントラストビビッド、コントラスト強めで色味鮮やかな写真を撮るね、もう最初の人っていう僕の中ではそういった印象の方です。まあ、そんな蜷川さんとまさかのモリーがコラボして、こういったブラインドボックス、これのどういう経緯でこうなったのかすごい気になるところではあるんですけども、まあ、確かに合ってますよね。この表紙のキャラクターもそうですけど、まあ、全体的にもう本当に華やかなビビッドな色鮮やかなキャラクターたちになっております。モリーと蜷川実花のコラボレーション、フラワードリーミングというシリーズです。早速開けていきたいと思います。で、今回は一つあのめっちゃ狙いの子が1点本当ありまして、この、まあ、一つだけね目立ってるのがあると思うんですけど、アイスフラワーファンタジアというね、もうこれマジでやばい。これまあこれがなかったらもしかしたら今回スルーしてたかもしれないぐらい結構一点狙いです。今回あのエロジョンモリーコスチュームのね、アイスリキッドモリーみたいな感じの色味、もうこの青が綺麗でね、ちょっと3つも買ってしまいました。まあ、他の子たちもすごいいいんですけど、やっぱアイスフラワーファンタジアが一番推しです。辞典を挙げるならば、まあ、このなんかウェディングドレスの花嫁さんとかかな、ね、とりあえずこのまあ開けたら青ってすぐわかると思うんで、ちょっとそれ狙っていきたいと思います。さあ行きましょうか。よいしょ。あー、どんなか、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、これ袋、え、ちょっと待って、パーツが、これ触った感じ下にパーツ入ってるな。ちょっと本体だけうまいこと出します。うわー、見てこれ、蜷実花コラボのオリジナルの中袋ですね。これめっちゃ可愛い。これもったいないな、開けるの。この花たちも多分蜷実花さんが撮った写真ってことなのかな。いやー、ちょっとやばいねこれ。ちょっとじゃあ開けていきたいと思います。パーツがあるってことはなんだろうな。でも大体のキャラクターにパーツ入ってますもんね、付属品ね。じゃあ行きます。うわー、アイス、もうこれ出したら青いからすぐわかるよね多分ね。まあちょっとね、3つあるんでもうお祈りです。いきます。アイスフラワーファンタジア、ファンタジア、ファンタジア。うお、ちょ、待って、やばいやばい。オーマイガー、ちょっと待って、これちょっと落ち着け、まだわかんない。ちょっとこれだよねってことは、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ。うわー、色綺麗、めっちゃ色やばい。ちょっと待ってくださいよ。ということは、さっき私が触ってしまったあのパーツというのは、じゃあ来ましたね来ちゃった。え、ちょっと待って、マジで、ちょっとそんなことある？え、もう終わりこれ、ちょっとなんか動画的にこれどうなの、これマジっすか。うわー、これすごいよ、これアイスフラワー、すごい氷ですよねこれね。
うわー、これモリーさん本体もかなりクオリティも高いし、いやーいいね。立ち姿ポージングはおなじみのあのモリーのね、このポージングっていう感じです。でもう背中にこの、じゃあ早速パーツをつけていきましょう。うーわ、このちょっとグイッと押し込む形でこんな感じですよ。これやばいわ、これはすごいわ。ちょっとわかります、このきらめき。いやーすごい。この後ろもね、まあ後ろですよね、これモーリーさんどうしちゃったのって感じで、もう鮮やかに彩られたモーリーがここにはいました。ちょっと寄ってみましょう。この胸の部分の花もね、これ4種類の花がついてるんですけど、かなり綺麗に造形されてますね。クオリティはものすごい高いです。この花の造形まで細かくしっかり作られています。いやーすごいね。モリーのお顔もね、安定感がありますけども、両耳にはもう花ですね。とにかく花、ファンタジアですねで背中にはこのね、主役のアイスフラワーがドドンとあるという感じですね。正面から見てもこのアイスフラワーはかなりのボリュームを放ってます。いやーちょっと、まあこれはやばいっすねいやちょっとこのボリュームよ、ちょっと、カードこちらですね。蜷川実花アイスフラワーファンタジアということで、第1ピース目はまさかの一番狙いが来てくれました。首はね、若干稼働するので、ちょっとこう角度つけて、あー、これいいね。角度つけただけでもいいね。これを写真にさらに撮りたいですもんね、このきらめき。いやー、すごいわ。今回の森さん、やばい。まあ、とりあえず、1ピース目で、まさかの、ドストライク1点狙いの子が来てくれたんですが、もちろんね、後にピース決して紹介試合ではございません。なんなら今これをじっくり手に取ったことで、もう 1,2 ピースちょっと買っちゃおうかなって気になってきました。普段ね、モリーのこのオリジナルシリーズっていうか、モリーのね、インスティンクトイ以降、その前後に関しては結構僕はどっちかというとスルーしちゃってたタイプなんですが、これは本当にすごいですわ。うん。ちょっとこれは1400円のクオリティははるかに超えてて、ブラインドとはいえ、マジでやばい。まあこうなるとちょっと時点で上げていた花嫁さんかな。さすがにそんな神展開はないと思うけど。あとこれね、このパラダイスフロムアボーブね、これなんかミッドサマーみたいで好き。この並びがめっちゃいいっすね、やっぱね。ここの並びマジで最強。すごい。これ、次これ欲しい。そんなうまいこといかないと思いますが。じゃあ、ちょっとね、今そこの部分にカッター入れたんで、行きましょうか。ちょっと待って、一旦落ち着こう。このテンションで開けるアイテムじゃないわ。ごめんなさい。ちょっと落ち着きます。じゃあ、失礼して。さあ、何が来ますかね。触った感じだと全然わかんないですね。よいしょ、いきまーす。さあ、いきますよ。せーので、よいしょ。ちょっと待って、怖い怖い、ちょっと待って、マジですか。ちょっと待って、怖い怖い。2番目に欲しいのが来た。ちょっと待って、うわー、やばいこれ。あ、いや、怖い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 。ちょっと待って、ちょっと待って、やらせだと思われる。ちょっとこんなことあるの、マジで。え、花嫁さん来ちゃいました。やっば。え、すごいこれ。あ、もうこれ追加購入ですね。ドスネじゃないわ。もうちょっとちょっと一旦この首のこれ取っちゃいます。うわー、すごいわこれも。またちょっとこんなことあります。いい色味揃ってきましたね。さあ、こちら2体目はシュプリュームスプリング。なんか語呂がいいですね。シュプリュームスプリングが来てくれました。かー、すげー。これは
いやまあこれやっぱニナミカさんの世界観ですよね。やっぱね、本当にポップマートとマッチしたんだな。これクリアパーツですもんね。このこれすごいな。ちょっとどこから見ていけばいいのかっていう感じですけど、やっぱ注目すべきは頭のとこれですかね。このクリアパーツ、首が可動するタイプになっていて、もうこのドレスも超綺麗。やばいね、この花の柄とか。なんかこうポーズもね、首が可動するんでかなりこうドラマチックなポーズも撮ることができると。でこの頭には非常に可愛らしいこの花もまたね、この王冠についてる花とか、正直まあちょっと手抜いちゃおうかなってなるとこですが、さすがポップマートなんですよね。ここもしっかり花が造形されてます。いやこのドレスについてる花とこのリボン、ここもやばいですね。いいっすね。ちょっと後ろに、ちょっと斜め後ろにこうなるんで、またこうドラマティックに見えますね。いやーちょっとびっくり。まさかのちょっとこんなことあるんだ。ちなみにこれはね、ロボショップで購入したんですけど、今日動画撮ってるのが土曜日のお昼、夕方なんですけど、土曜日の朝にね、ちょっと仕事行く前に3ピース買って、いや、まだもう、待って、もう一個あるんで。さあ、ちょっと待って、もう一ピースありますよ、これ。ちょっと、さすがにもう落ち着こう。はい、すいません。一応じゃあ、三つ目の狙いを挙げておくと、このパラダイスフロムアボーブね、このちょっとミッドサマーの柄の、このちょっと、ね、ちょっとこう、なんか白チュームっぽい感じの子かな。まあ、あとは、表紙の子とかかなとね。よし。ちょっと開け方ミスりましたけど。よし。いや、この袋ももう、これで終わりか。ちょっと切ないな。はい。では、失礼して。この袋もこれが今日最後ですね。でも多分追加で買っちゃうかもしれないな。ちょっと。じゃあ行きましょう。せーの。じゃじゃーん。おー、うわ、すごいの来た。何これ、ちょっと待って、こんな子いたっけ。ちょっとあれ、この子いたっけな。あれ、あ、いましたね。このバラで形成されたみたいなドレス。うわー、すごいなこれ。頭のこれどうなってんのこれ。いやー、すごい。あ、ポージングがちょっとね、いい感じで。キャラクター、こちらはレイトブルーマーですね。こんな感じで、これもまたニナミカワールド全開ですね。ね、付属のパーツはこのおそらく手に持たせるお花ですね。これも造形細かい、素晴らしい。いやー、ちょっとね、今回ははしゃぎすぎたところにいい具合に来てくれましたね。この安定感のあるキャラクターです。あ、いいですね、かわいい。このポーズがなんかいいですね。個性的なポーズをしてます。ちょっとこう、こっち向きのお顔がいいかな。こんな感じがいいかもしれない。あ、いいっすね。ヤッホーみたいな感じで。そんなのんきな風には見えないか。うわー、これ、あ、これはもう完全に見るべきはお洋服ですね。このドレスですね。このバラ、この、わかります？こう見ていくと、ちょっと色がこうグラデーションしていくような感じなんだけども、グラデーションではない、このちょっとマーブルっぽい感じだけど、どぎつい感じ。かわいい、すごい。なんかちょっとこう、女性向けのハイブランドの商品とコラボしたみたいな雰囲気もある気がする。ちょっとおしゃれな子ですよね。この子はかなりこうファッションライクなね、感じの子でございます。頭の造形がちょっと特徴的で、ちょっとソフトクリーム調になってますね。2色で構成されてます。で、やっぱりこのリボンとかね、頭についてるもののクオリティもめっちゃ高いという感じでございます。手に持ってるお花はこんな感じね。まあ、ちょっとよりでね、ちょっとぜひもう一回見ていただきたいんですよね。このドレス。
これすごいよね。これいやーちょっと全部見たくなっちゃうなさ、というわけで今回は蜷川実花モリーコラボレーションアイテムですね、こちらのフラワードリーミングシリーズの開封でございました。ちょっと神引きすぎちゃって、なんで、なんか今年の最後の運を使い果たしたんじゃないかって思うぐらい素晴らしいコレクションが来てくれました。ありがとうございます。こちらはおそらく追加で購入する可能性が高いです。はい、まあ、ちょっと多分人気商品なんでね、もうちょっとこう市場が落ち着いたらまた購入しようかなと思います。ありがとうございます。当チャンネルバーナー Vlog ではこういった可愛いものを日々開封しながら、僕のライフスタイルを送っていく。当チャンネルバーナード Vlog ではこういった可愛いものの開封を中心に僕のライフスタイルをお送りする Vlog でございます。まあ、日記の動画バージョンみたいな感じで、まあ、日々更新していきますので、また遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、ポップマート結構、ね、メインでやってるので好きな方はまた遊びに来てね。まあ、この動画もちょっとね高評価が多かったら、まあ、それだけこれが素晴らしいってことだと思うので、高評価の数を見てちょっと、追加購入するか決めようかなと思います。でこれ買った方いたらね、ぜひコメントぜひぜひお願いします。何が当たったとかね、コメントしてくれたら嬉しいです。はい、というわけでポップマートアンボクシング Vlog からバーナードでした。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。